じゃあちょっとこれはちょっとピアノでちょっとカノンちょっと伴奏のところ、伴奏しながら伴奏を加えたバージョンでピアノでやったんですけど、それと全く同じ楽譜でちょっとそのオリジナルの部分のこのこれ楽譜なんですけど、そのバイオリンの、まあ、1,2,3 って本当はこれ臨床で分かれてるんだけど、それを、まあ、1人しかいない、とりあえずバイオリン1だけをちょっとやってみますね。まあ、バイオリン1も2もないんですけど1も2も同じです。ただ単にあの出だしのタイミングが違うだけなんで、開始のタイミング、ノンビブラートです。ノンビブラートちゃったら音程ベース開放弦の音程とちょっとずれちゃったね。この場合は2で取ったのが、ただここの楽譜は0で指定してるから、そういう場合はあれか、じゃああれか、1ポジだからいいや。こう本当は A 線を開放弦で取りたくはないんだけど、とりあえず1ポジで、まあここ実はこの楽譜には0って指示してない、2つあるんですよ。3ポジの場合と1ポジの場合と2つ指書いてあるんだけど、まあどっちでやってもいいんですけど、ただこの A に入ったところの最初の音が開放弦なんですね。そうすると3ポジから入った時にこの開放弦の音程がほんの微妙にずれちゃう、のでちょっと最初から1ポジの開放弦とか開放弦にしちゃった方が音程がずれないんで、それでやってみます。もう一回やり直し、こういうことです。ここの開放弦が、さっき開放弦の A 弦で取っている時だとこれと音程がずれちゃうので、ここを、開放弦で多分今度は合うと思うね。合いましたね。
開放弦じゃない、ああそっか、そういうことは。ガン間違えちゃった、下の段にいっちゃった上だった、あとはもう大した内容じゃないので、やっぱり難所っていうのはここかな、 D のところですね、練習番号のいわゆるここですよね、皆さんが一番難所にしてるとか、タラタラタタラタっていうところですね。決めたいっていうのありますよね。まあそんな感じですかね。はい、以上です。